ネクストブレイク部門っていうのがちょっと新しく見えまして、はい、あんまり世間的にはこうまだ表に出てないような選手だけど、実はこんなところがすごいぞというような。石川貴也、ボールを遠くに飛ばすっていうのはやっぱりある程度天性のものが僕はあると思っているので、まあ、そういう意味ではそういうものを持ってやれてる選手じゃないですか。やっぱりフリーバッティングとかしてても、もう物が違う、もう物が違うというか、本当にすごい選手だなっていうのは感じますし、やっぱ見てて飛距離っていうのもすごいと思いますし、はい、負けないように頑張りたいと思います。石川は、16キロ級マフィーンへ上がったんですよね。まあまだ。プロ入ってないですけど、来年ソフトバンクに入る風間投手、まあ、投げ方もいいですし、球の強さとか変化球も、いい球投げるので、いずれ出てくるんじゃないかなと思ってます。中日ドラゴンズのブライト健太選手です。まあ本当に1年目からね、そのバンバンできるかっていうとまだ分かんないんですけど、まあ、うちの中軸を打ってくれる選手になると期待しています。まだ喋ったことないんですけど、まあ、ほんまに打ちまくってチームを勝たせてほしいなと思ってます。ありがとうございます。以上になります。はい、お願いします。ありがとうございました。